大変な激戦だったわけでございますがあの事故の協力の訴えが今回県民に届いたということでま多、あ、選の批判が強かったと思うんですねですからそれがこういう結果になったということは大変喜ぶかしいことだと思います自民党幹部は10月に行われる衆議院のトリプル補選に弾みがつくとして反転構成につなげたい考えです一方、 大井川候補を自民党と共に推薦した公明党の斉藤選対委員長はせっかく引き締まった謙虚に政権運営をしていこうという体制が緩んではならないと安倍政権を牽制しました。